はい、それではサテライトのみんな、サテライトとサテライトジュニアのみんな、今日は来てくれたので呼んでみたいと思います。お願いします。はい、せっかく来ていただいたのでね、私たちから質問をさせていただきたいと思います。で、じゃあ私から質問する内容はですね、サテライトの2人には今シーズン出演した中で印象に残ってる出来事とか印象に残ってる試合とかがあったら教えてください。お名前もどうぞ。はい、はい、サテライトのリサです。今シーズンタイムアウトで初めて踊らせていただいて、すごく緊張もあったのですが、すごい試合中に横でずっと応援することの楽しさを知ることができたことが一番印象的だったと思います。はい、ありがとうございます。サテライトのゆずです。私は今年の3月に初めてチアダンスを始めて、できないことばっかりで緊張したりしたんですけど、試合出演がとても楽しくて、特に年度試合では初めてタイムアウトに出演させていただくことができて、会場の皆様と楽しく盛り上がれて、とても嬉しく思いました。はい、ありがとうございます。サテライトのメンバーは98の年度試合のタイムアウトにも出演していただいて、楽しかったっていう感想が聞けたので、私たちもとても嬉しいです。それでは次、サテライトジュニアのメンバー、よろしくお願いします。はい、サテライトジュニアの葵です。今シーズン頑張ったことは、開幕戦のオープニングダンスで踊ったことです。笑顔を忘れずに頑張りました。来年頑張りたいことは、サテライトのオーディションに合格して、連打試合のタイムアウトで踊ってみたいです。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。サテライトジュニアのレノです。今年頑張ったことは、笑顔を忘れずに踊ったことです。来年頑張りたいことは、技を上達させることです。はい、ありがとうございます。そんなこの2チームと私たちトップチームが共演して踊るのはハーフタイムなので、ぜひそこにも注目してみてください。それでは、サテライトとサテライトジュニアのメンバーでした。ありがとうございました。Thank you.